ちゃくちゃ綺麗だな、山々が。はい、ですね、今日は、TT フォーミュラ RS ですね、ツインオーバー、ツインオーバーじゃない、オーバーのですね、ツインカーボンからですね、TT フォーミュラ RS の方に変更しました。いやー、かっこいい。このマフラーはね、すごくかっこいいんですよね。個人的にはね、日本出しも思ったよりね、つけてみたらね、かっこよかって、よかったんですけど、自分はやっぱりね、一本出しの安心メトリーな、こういうタイプのマフラーの方が個人的には好みですね。しかもね、この TT フォーミュラ RS 特徴といっては、なんといってもね、フルチタンなんですよね。めっちゃくちゃ軽いです。ノーマルの排気システムがエキファイトアースでだいたい約5キロで、吉村のフル液がですね 2.6kg、でそれに対して、オーバーのフル、TT フォーミュラ RS、 これはですね、なんと2キロ、でめちゃくちゃ軽いです。持った時に本当に吉村のね、液体とかね、ステンレスなんで、持った時若干ちょっとずっしりと手にくる。で、サイレンサー部分に関してはですね、結構な重みを感じるんですよね、吉村の方はね。でオーバーの TT フォーミュラ RS、 これはね、もうめちゃくちゃ軽いですよ。本当に持った時にね、羽毛かなっていうぐらい、吉村と比べるとね、本当にこの手にくる荷重というのが全く違いますね。で液体の方もね、チタンなんでね、やっぱり吉村と比べるとめちゃくちゃ軽い。その差がね、システム全体で 600g しか違わないっていうのは本当なのかなっていうぐらい軽いですね。ね、戦場ヶ原さんがですね、山から降りてきた時、どうしたどうした、あ、手振ってる。ね、ヶ原さんがね、受け止めた時に荒垣君がね、めちゃくちゃ軽いって言ってましたけど、ああいう感じっす。でツインカーボンがですね、あれ全部でね4キロもあるんですね。ノーマルから1キロしか軽量化できてない。それに比べて本当これ2キロっていうことなんで、もう本当にその軽量化に関してはすごい格段の性能差っていうのがあるんじゃないかなと思いますね。まあ、そして何といってもこのチタンの焼け色ですよね。めちゃくちゃかっこいい、めちゃくちゃ色がいい。あんまりねチタンとか興味なかったんですけどね、実際見るとねめちゃくちゃかっこいいですね。お、葉っぱか。音量に関してはですね、やっぱりオーバー独特のこう弾けるようなサウンドはそのまま残っててですね、低回転ではね、まあこういう風に、割とおとなしめな音ですけど、回すとまあ弾けるような音がすると。で吉村と比べるとやっぱりどうしてもじゃないね、甲高めっていうか高めの音になりますね。こうね、開けるとバーっていう風に弾ける音が乗ってくるという感じで、俺は結構吉村の方が好きっていう人音多かったんですけど、俺結構これも全然ありだと思いますね。あーでもやっぱ動き軽いわ、やっぱりカーボンに比べて。まあね、こう3000回転ぐらいからこう弾ける音がね、こうバーッと乗ってくるという感じですね。低回転はね、本当アイドリング時とかも割と音量自体は静かですね。でカタログスペックにおいても吉村よりもちょっと若干音量は小さいという風になってますけど、まあ同等かそれ以上という感じがしますね。ちょびっとだけね、まあ、決して爆音ではないと、回さなければ静かですね本当。やっぱ動きはなんかツインカーボンより動きやすい。で性能に関してはですね、まあ今ちょろっと乗ってるだけなんで何とも言えませんし、もうほんとポン付けした状態、燃焼も何もしてない、吉村の時と同じでね、iMac で増やしてるだけなんでね、正確に燃焼も取ってないんですけど、吹け上がりに関してはやっぱりツインカーボンより良いような気もするし、ただねトルク感に関してはですね、ツインカーボンの方がなんかトルクあるような気がしなくもないという感じですね。やっぱ抜けがいいんで、こっちの方が多分おそらくね、見た目でね判断すると、
その分やっぱり、トルクが薄くなってる、年長でやっぱりセッティングしっかり出してやらないと、まあ、本来の性能というのは出ないのかもしれないですね。いや今日も入り口は綺麗だね。ああ結構実ってますね、稲が。ここら辺は早場米なのかな。はい、到着。いつものスポットですね。うん、お、電気柵まで新設してあるわ。かー、これっすよね。めちゃくちゃかっこいいですよね、このチタンの焼け色、ビューティフル。うん、やっぱサイレンサー自体はですね、吉村の円形に関し対してこれはやっぱ多角形型というか肘型に近い、形ですね。後ろから見ればよくわかるかな。うん、で細くて、小さくて長いという感じですね、吉村に比べて。よし、さあ帰ろう。すげえ傾斜。というわけでございます、オーバーレーシングとですね TT フォーミュラ RS、今つけてみた感じだと、まあ感想としてはですね、まあチタン軽い、かっこいい。そんな感じですね。またちょっと性能とかに関してはちょっともうちょっと走ってみて、またもう一度まとめようかなという感じですね。うん、まあとりあえずね、あの昨日の晩つけて、いいなやっぱここは。ちょろっと走っただけなんでね、パッと見た感じ、まあもうちょっと走ってみてから、トルク感とかね、その辺に関してちょっとまたよいしょ、レビューしたいなと。まあ言うてもね、素人の感想ですからね、もう本当参考程度にしていただいてね。でもはっきりしてるのは、軽いチタンということ、これだけははっきりしてるんでね。これはまあ参考になるかなと思いますんで、美しいです本当にチタンの焼け色は。というわけでまた、よかったらチャンネル登録とね、高評価の方をお願いいたします。よっこいしょ。さて帰ろう帰ろう。